どうも、おはこんばんにちは。オビドワです。バットマン、アーカム・オリジンズ、ブレイ再開していきたいと思います。バツかっけー。さて、アルフレッドが目の前にいるんだよね。本作というか、このシリーズで初登場だよね。声とかは出ていたんだけど。渋いぜ、アルフレッド。さて、ここでメモリーカードを調べろと言われているんだよな。復元して。調べてみようぜ。使う。バットケーブ内は3ウィーク。Assassins, sir. As in more than one. That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile man. His name is Killer Croc. He's already behind bars. Ooh, I pity his cellmate. I don't. まあ違うね。Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered tonight. They're all hired killers. The best. おしゅにいますね。Black Mask isn't messing around.デスストロークじゃないか。Former military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Garfield Lens, aka Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. Firefly か。こいつもマイナーなやつですね。こいつは、彼は、俺は、名前はよく知らないです。Strange. His reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't forget not him. What the...すごいですね。フロイド・ロッテン、AKA デッドショット。デッドショット。前作も登場していましたね。今後出てくるスーサイド・スクワットという映画の主人公でもあります。ネームレスター・バチンスキー、calls himself electrocutioner。この人は本当に見たことない。柴か。柴は聞いたことがありもんですが。彼はでも、別の暗殺者団のメンバーではなかったかな。かっこいいですね。おぉ。かなり、お金入ってますね。ベインかこれは。ですね。ベインはあれですね、バットマンシリーズ最新作の方の映画の3部作目で出てくる彼ですね。ほほ。さらにメインでブラックマスクともバトルになるでしょうね。確かにね。相変わらずアルフレッドは。ペンギンもやはり出てくるのか。ペンギンことオズワルド・コボルポットさんじゃないか。追いかけないとな。キャラクタープロフィール解除、暗殺者。ダークロックも解除されましたね。チャレンジモードのロック解除、戦闘トレーニング、ロケーションがマップに追加された。ここですか。しかし、チャレンジではないのか。チャレンジモード戦闘クレーンにアクセスすることができる。ペンギンの武器取引、相手を尋問せよ。なるほどね。ダークナイトチャレンジ、システムロック完了。バットスーツ保管室、どういうことや。ちょっと見てみましょう。ありますね、バットスーツ。ああ、ここでコスチュームを変えることができるようですね。なるほど。手に入れたらちょっとやってみようとも思います。ダークナイト、これですか。ワーストナイトメア、シャドウビジランテ。カウンターを5回繰り出せ。なるほど。なるほどね。これでクリアしていけってことか。で、いくつか選んでいくってことか。な。ワーストナイトメア。インバーテッドテイクダウン、ウェントテイクダウン、およびウォールテイクダウンを繰り出せ。どれがどれだかがわからないぞ、俺。シャドウビジランテ。カウンター5回繰り出せ。戦闘中にバットラングを
バトナグ連射を3回使う。コンボ倍率8倍に到達しろ。これ実は全部やってるんじゃないか。スペシャルコンボテイクダウンを3回繰り出せ。コンボゲージ黄色に変化した状態で、なるほどね。目標はで選択。フリーフローフォーカスモード。コンボ倍率を12倍まで上げてフォーカスモードに入り、スピードの上昇を生かしてダメージを受けることなく残りの敵を全員倒せ。いいですね。3以上の戦闘バリエーションボーナスを獲得しろ。要はガジェット、テイクダウン、回避などを使ってですよね。これ1個ずつしかできないようですね。とりあえず5回カウンターをってやつからやってみましょうか。データベース完成度 10% に到達せよ。いいですね。こういうの経験値がもらえるっていうのはかなり面白いです。グラインド上級編。グラインドで75メートル移動せよ。グラプネルブースト禁止。なるほど。了解しました。とりあえず街に出たらそこら辺はできると思います。さて、チャレンジが解除されたようなので、ちゃっと見てみましょう。こっちかな?のようですね。この辺から飛んでいけないのか?いそうな気はするけれど。バット警部で墜落事故なんか、シャレにならないからな。普通に行ってみよう。どこに出るんだ、これは。なるほど。壊れていて戻れないってことか。自宅のエレベーターが壊れてるっていうのはどうなんだろうかね。仕事を終えてしまいますと言われているぞ、ワルプレットから。バットモービル制作中なんだね。アニメ版のバットモービルって感じだけどな。これか、トレーニングコンソール。なるほど、ダウンロードコンテンツですね。おそらくデスストロークも使えるんですね。ちょっと最初はバットマンでやってみましょう。過去にどういう使うか考えつつ、数々の過酷なチャレンジをクリアせよ。カスタム戦闘トレーニング。春の熱の重心の戦闘シナリオを解除し、バットマン戦闘能力を鍛えよ。すべてのメダルを獲得して実力を証明せよ。ちょっとやってみましょう。これですかね。コンボ倍率、エキスパート。フリーフロー、コンバット。コンボテイクダウン、高倍率を狙え。どういうことやろうか。チャレンジ XP リワード。あれはなんだ?クリアすると XP、要は経験値がもらえるのかな?前作前々作でもチャレンジはあったのですが、やってないんですよ。なぜかというと、やっても、実は、経験値が入らないので、本当、あれですね、自己満足的な感じですかね。あとは、キャラクターのプロファイルなどが解除はされますけどね。さて、やっていこうと思います。フリーフローモード中は、攻撃の位置と威力が強化され、敵を投げるように移って一撃ごとに敵を倒す。バイズさんに挑戦してフリーフローモードに入れ。コンボていくと。中技がバイズ。倍率8倍に。到達しろ。高倍率を狙え。倍率15倍に到達しろ。やってみましょう。要はコンボをやりまくれってことだね。ここからが問題だ。いったぞ。さて、とりあえずパーフェクトなんだが、これで経験値などは入るのだろうか。ブラックゲード。これは面白いですね。前作とこんな感じではなかったんですよね。おお、チャレンジ XP リワード15001万5000って出ましたね。ストーリーを進めると挑戦可能になる。なるほど。カウンター、ダブルカウンター、ブレードエッジ。ブレードエッジは持っていないのですが、あれかな?弱い方のブレードエッジは持っているのかな?これなんですね。カウンター、倍率3以上に保ってフリーフローモードを継続させた上で敵の攻撃をカウンターで返せ。カウンターは戦闘において重要なアクションの一つとなる。ダブルカウンター。二人同時にね、カウンターをやればいいんですけどね。ブレードエッジ近接攻撃、転写的な攻撃を効率よく回避するには押したままにして、敵と逆の方向にかわす必要がある。できるのかな?もう。前作だと、その能力は取らないとできないよっていう感じだったんですよね。さて、一体同時にやらせてくれるのだろう。まず一つ。問題はダブルでカウンターだよね。おっと、今できたのに。まずナイフのやつが危ないから、おお、やっちまった。おっと、二体同時に来てくれないか。一発もらった。こいつはいいんだ。こいつもいい。
難しいですね。2体同時に、さっき2回ほどチャンスがあったのに自分がねミスってしまったせいで、とりあえずこいつをなんとかしないと。こっちじゃない、そいつじゃない、こっちこっち、おっとおっと、ちょっと倒すわけにもいかないからな。さあどうだ、ついやってしまった。わざとは当たるっていうのもどうだかな。防御っていうのがないんでね、カウンター以外は。やばいな、これ難しい。ダブルの方ができない。やってしまいたいんだけれど、なかなかね。ちょっと近づかないと無理ですかね。そして取られてしまったか、あれは。おっと。倒したかな、これは。倒したくないんだよね。難しい。できないか、あいつなんて話せ。あ、やっちまった。やはりトロフィーが一つ取れなかったですね。もうしょうがないので倒していきましょう。今回はねストーリーじゃなくてチャレンジの方に行っちゃってますね。すいませんね、ちょっとやってみたいんだよね、どういう感じなのか。2体を同時っていうのをやれてないね。その場合どうなるんだろう。それでも XP は入るということかな。25,000入ってますね。ただこれのダブルカウンターっていうのが足りないね。どうすればいいんだろう。そうするとダブルカウンターの方は後々取っても大丈夫ってことなのかな。それとも3つとも同時に取らないとダメだってことかな。ちょっともう一回やってみようぜ。おっと、ちょっとうまく入りませんでしたね。あ、今2体同時いけたのに、やっちまったぜ。難しいですね、なかなかダブルカウンターが出せない。そうですね、なかなかダブルカウンターが出せないですね。これはまた取ったわけだけど、それでも お金というか XP が入るのだろうか。もう一回チャレンジ。やっておきたいんですよね。XP が入るので、ちょっと多めに、早めにレベルアップができるっていう理由でやってみたいですね。おっと、当たってしまった。とりあえず、なぜ俺テイクダウンしたし。おっ、できた。あ、2回押さないとダメなのか、今回は。前回は別に、押す必要なかったんですよ、2回テイクダウン。こんな感じ。よし。とりあえずこれで、トロフィー自体は全部取ったのかな。それとも、やはり、まとめて全部取らないとダメなんだろうか。あれ、ブレードドッジは最後でやったんだけど、カウントされなかったのかな。やはりそうですね。3つともまとめて取らないとダメのようです。ちょっとこれで一旦チャレンジを終了してちょっと確認したいと思うのですが。あ、出ますね。経験値入りました。25,000。多いですね。この状態でもう一回コンソールに入ってちょっとテストしようと思います。ちょっと早いのですが、彼を使ってみましょう。この状態で XP リワード彼でも出るのかなっていうのが気になってますね。ああ、やはり、持っているけど、彼ではできないみたいですね。ノーマネーダウン。多勢に無勢。100対1。どういうことじゃ。ダウンロードしたキャンペーンマップ。ダウンロードなんだ、これは、コンテンツは。キャンペーンカスタマー選択して、ランキング。これも当然ない。そうですね。
のようですね。ノーマネだ。行ってみましょう。ちょっと試し、ものは試しに、デスストロークを使用してみたいと思います。タイムリミット、チャレンジ達成にタイムリミットが達成、敵を倒す時間が延長される。あ、なるほどね。できていなくても自動的にメダルを1枚もらえる。なんじゃこりゃ。怪我より強く、素早く。ああ、なるほど。これでハードにできるってことかな。これ、敵が重機を手に入れるなら、これはやめてほしい。敵の人がバリアで守られ、ダメージじゃない。バリア時間経つとなんだろうかんだろう。投げつけてくる。フリーフローコンバットで敵が物を投げつけて、プレデター戦で周囲に地雷して力が違えている場合がある。やめてくれ。あれだけで十分。もう二つのモディファイを選択しないとダメか。倒すと延長される。これかな、じゃあ。これかな。So、what are we waiting for? なるほど。なるほど。こういうチャレンジなんだね。なるほど。これはやめておこう。ゲームを終了するじゃない。ここからどうやって抜けるんだ。ああ、やはり、失敗しないと無理ですか。ああ、彼もグラップル的なものを持ってますね。あ、やはりか。やられてしまいました。なるほど。とりあえず彼も使えるってことですね。キャンペーン失敗しました。リトライするかキャンペーンメニューに戻りますか。終了。キャンペーンメニューに戻ってしまいましょう。なるほど。彼のやつはまだ選択できないっていうことですね。ではもう一回バットマンでちょっと見てみましょう。キャンペーンモードはやはりバットマンもない。これはありますね。カスタムももちろんない。戦闘訓練。で、これで、要は3つともやればいいんだけど、3つやるの難しいな。ダブルカウンターとグレードどっちが一番難しいですかね、やっぱり。やばい、今できたのに。難しい。ダブルカウンター、やはり一発もらってしまうな。気をつけないと。難しいですね。こんな感じ。バトルング、バトルング、よし、倒せました。今回ほんとずっとチャレンジですよね。ほんとに申し訳ない。でも楽しいですね。今回は経験値がもらえるので、前作は経験値がもらえなかったから全くやってなかったんですよね。これでプレイ中もチャレンジなどがお見せできるという感じですかね。ただもしかしたらここにあるやつらだけって感じになるのかもしれないですね。キャンペーンモード、こちらはストーリーを進めないとダメなのか。そうですね。そちらもおいおい見せたいと思いますけどね。さて、経験値が入っていい感じ。とりあえずペンギンを探しに行けと言われているので、そちらの方に行こうぜ。いい加減視聴者の方に怒られてしまう。今回はほとんど進めないだろうけどね。高速移動。So, to make your travels easier, I went ahead and set up some auto-nav points at different areas of the city. One of my preset destinations should take you right to Jezebel Plaza. なるほど。ゴッサムシティのマップ上でバットウィングの楽地を選択すれば、バットウィングに乗って指定の場所へと移動できると。なるほどね。ミッション。復旧するバットウィングの楽地が暗録され、エニグマのネットワーク中継地の場所が明らかになる。あ、エニグマ今回もやはりじゃあいるんですね。前に言っていた物を探すとかのやつですね。ここには直接行けないってことかな。ウェイポイントを設定。行くのはこっち。マップって、やはりちょっと拡大できますかね。バットケーブ。あれ、これマップがいまいちわからないのだが、どうやったらズームアウトできるのか。ね。ここじゃないですか。ボスタムシーのマップ。よし、OK。高速移動、ここ。
でペンギンを探せと言われてるんですが、あの先に効果で可能な地点が増えるってやつからやっていこうと思います。いくぜ。今回ずっとチャレンジだったね、さっきも言ったけど、ごめんね。お、結局はあちらに行かないといけないのか。別に窓は壊さなくてもよかったんじゃないだろうか。バッ、妨害電波を止めろ。やはりですか、オッサムシティ。うーん、ここだよね、今いる。ここか。あれ、自分がいるところが今ちょっとわからないんだけど、ここなのかな。ここがメインミッションですね。うーん、いまいちズームの仕方が前作と違ってよくわからない。あ、ここか。ここを押して、これで見えるね。了解した。よし、進めていこうぜ。そこに登れないのかい。チャレンジをやっていたおかげで。おお、怖いね。Smoke pellets will confuse my opponent. Oh. I need to get up and out of danger. He can't shoot, but he can't see. なるほどな。Attacking head on is a good way to get myself shot, and probably the hostage too. But they won't expect an attack from above. Nobody ever does. Is that thing out there with you? Are you crazy? We were answering the service call. No! No! I quit. Oh.押したままでヴィンテージポイントかグラインド可能。ちょっと失敬、あ、違いましたよ。助けた人はこのままでいいのか。I can sneak up on a hostage taker by crawling through the vent. なるほど、これだな。前作もあったんですが、こうやって迷ったりとかちょっとしているとバツがヒントをくれたりしますね。テイクダウン。Get yourself to safety and call the police. They'll want to see what's going on here. Okay, I will. This was just supposed to be a service call. Nobody has to die here. Just walk wherever you are. Come near me, and I'll kill this guy. やはりか。前作にもこういうテイクダウンがあったので、今回はそれのチュートリアルということですね。うん、ニンバーテイクダウン、メンズテイクダウンおよび、なるほどね、これ自動でできるっていうことか。あ、選ばないとダメってこと。1回のプレデター戦闘でサイレントテイクダウンを3回繰り出せ。 OK。 プレデター戦闘っていうなんか別のタイプの戦闘があるんだね。要はあの敵に見つからないで倒すタイプのやつだよね、多分。サイレントテイクダウンを3回繰り出せ。大丈夫、やってみるさ。頑張るよ。All I want is for you to get yourself to safety. うん、これでどこへ行けばいいんだろうか。そうした敵がどうやらまだいるみたいなのだけど、上にいますね。ここから上に登れてくるかな。なるほど、これだな。しっかり歩きかけて死なないようにするパーツ、さすがです。お、これはこれにしか間違いない。前作であったんですよ。 I don't think this tower malfunction is from storm damage. I need to set up a crime scene and find out what happened. ダメか。 I should start by identifying the victim. おお、証拠を調べる。Victim's name is David Shannon, a Gotham Optics employee sent here to repair a faulty network tower. But what killed him? Scanning the DNA impact on the wall should provide an answer. これですね。お、すごい。
本作 前回よりハイテクじゃないか。The case the victim was killed by some kind of explosion originating at that access panel. I should scan it for additional clues. さらに証拠これか。Looks like the panel was rigged to detonate when swiped with a key card. Someone really didn't want this tower repaired, and it looks like that same someone left a set of fingerprints behind. Alfred, I'm uploading some prints for analysis. Let me know what comes back. Certainly, sir. Searching now. And here we are. They belong to one John F. Baker. Oh. He's a rather unremarkable criminal. Small jobs mostly. And that's curious. What's curious? Mr. Baker's dead, sir. His body was recovered from the Diamond District just under an hour ago. Oh, looks like someone's tying up loose ends. Well, I reached level up. 引き続きこちらを取った方がいいかもしれないですね。バリティックアーマーもいいですが。補助かフリーフローフォーカス。このアップグレードはダークナイトシステムでシャドウビジランテのランク2に到達することで取れる。これはでもまだまだだな。ポイントを残しておいて先にあれをクリアするっていう手もありますけどね。おとなしくこちらの方を取っていこうと思います。先にこの下のね、バリティックアーマー取ってこれを取ってしまいたい感じだけどね、俺は。I can bypass the booby-trapped access panel with my cryptographic sequencer, but I'll need the encryption codes from the victim's access card. Reviewing the crime scene will show me where it is. カードか、ないな。巻き戻したりできるんだね。カードをここで。使ったわけだから どこかに飛ぶよね。ここに飛んだってことね。なるほど。This card has the codes I need to hack any of the network tower's access panels. よし、やはり前回と同じやつや。実にいかん。実にいかんってどういうことや。データベース完成度 10% 達成。やったね。追加でちょっと XP がもらえるぞ。次のチャレンジは何なんだろうか。 14% あーなるほど、全部パーセンテージ、これはもう自動ですよね。特に何もやらなくても大丈夫っていう感じかな。気をつけないといけないのは本当こっち側か。カウンターを5回繰り出せ、戦闘中にバットラングを連射。これでも1個ずつやらないといけないっていうものだから、そこら辺も気をつけないとダメか。さてといったところですが、今回はここまでです。では次回は引き続き進行していこうと思います。ではまた次回。オービドワでした。